複数の投資家からお金を集めて、資産運用のプロが株式とか債券に投資をしてお金を増やす。投資信託を証券市場で誰でも自由に売買できるようにしたってのが ETF なんですね。米国 ETF は次のような、ね、メリットがあるんです。分散投資でリスク下げられるし、低コストの超有料ファンドに投資できるし、アセットアロケーションの調整が容易。米国 ETF は米国以外の国とか地域の株式とか債券にも投資可能です。世界中から有料な金融商品が集まってくるんで、米国 ETF を使えば世界中の資産にアクセスできる。でこの自動積み立ての設定が済めばあとはほとんどやることがないんです。 定期的かつ継続的に一定額で最終的に右肩上がりに資産価値が上がっていく金融商品を購入し続けるドルコスト平均法を使うことによって株価の変動リスクと為替の変動リスクこれら両方ある程度抑えれるつまりこの米国 ETF にコツコツ自動積み立てという要素をプラスすると初心者でもできる資産運用の価値パターンの一つになるんです楽天証券または SBI 証券米国 ETF の定期買い付けができるすごくいい証券会社なんですねできるだけ手間をかけずに資産形成していきたいってこういう人は口座開設するメリットがあります